ちは。福井県立美術館学芸員の原田彩穂です。私は新収蔵品の中から福井県に関係の深い2人の近代日本画家をご紹介したいと思います。まず1人目は橋本関節です。橋本関節は京都画壇に所属した画家で、特に中国の漢詩や日本の古典を題材とした作品を得意としました。こちらの作品は朱竹に石図という作品で、竹と輝石が描かれています。輝石というのは珍しい色、形をした石を意味し、庭石などに用いられてきました。本作品では群青や緑青といった天然石の絵の具を用い、中国の高貴な人の庭園を演出しています。またこちらは三景図ふすまと水墨山水図ふすまで、和室の違い棚に用いられたものです。橋本関節は福井県に滞在していたことがあり、地元の人々の依頼で絵の制作を行っていました。これらの作品はその交流の中で生まれたもので、こちらの雪の積もった山脈は現地から見える白山を描いた可能性があると言われています。そして2人目は西井恵岳です。西井恵岳は今の福井県越前市に生まれ、橋本関節と同じく京都画壇に所属した画家です。中でも恵岳は山本春挙という写実的で優美な風景画を得意とした巨匠の下で絵を学びました。この作品は怒涛群王図という題名です。群王とは群れを成したカモメのことです。日本海を思い起こさせる切り立った岩壁と荒々しい波の上をカモメの群れが飛んでいる様を表しています。打ち寄せて砕け散る波の音やカモメの鳴き声が聞こえてくるような繊細で真に迫った風景描写が見事です。厳しい自然の光景を太陽の光を感じさせるオレンジ色や清らかな水を示す群緑色を用いて、色彩鮮やかに幽玄な海の風景として表現しているところに、福井で生まれ育った恵岳の郷土への愛を感じられます。今回は2人の画家を取り上げましたが、新収蔵品の中には他にも素敵な作品がたくさんあります。それらの作品はまたの機会にご紹介できたらと思います。それではまた。